北海道の最北端から約40キロか。あっという間に着いたな。ここにはお前の父親ウィルクの生まれた村があった。俺たちは極東の少数民族独立のために戦っていた。私はもっと知りたい。アチャがどういう人か、どうしてノペラボーになったのか、そしてアチャは本当に私にしか解けない鍵を残したのか、知る必要がある。万に一つでもアシリバさんの行方につながる可能性があるなら俺は無視なんてできない。何かアチャのこと思い出せるかも。あの子さえこちらの手の中にいれば誰にも金塊は見つけられない。のっぺらぼうは自分の娘にしか解けない暗号を囚人の入れ墨に掘ったんだよな。脱獄囚はカラフトにまで渡っていたから。うわっ、じゃあ関本さんを無視的に。全部丸く収まる妙案が俺の頭の中にあるから全力で殴り合え。かもしれない。これが僕だ。日露戦争延長戦だ。泥棒猫は撃ち殺す。アシリバさん、俺は役立たず。なぜアイヌの金塊を奪って私に託そうとしたんだ。なんとかしないと。死ぬぞ死ぬぞ。殺し合いの末に金塊を見つけて、その先は。アシリバさんの綺麗な青い目に俺が生きてる証拠が映っていますように。